義母賞は沖縄県富城区市出身のプロ野球選手、宇藤左打。オリックスバファローズ所属。沖縄県立富城区高等学校の学生時代にバレーボール部の選手として活躍したジップと同部の部員時代に沖縄県代表として国民体育大会へ出場した実母の間に出生。富城区市立と読み、小学校の2年時にネサブベースナインで 軟式野球を始めた。長峰中学校時代には野球部で遊撃手や投手に起用される一方で生徒会長を務めた。中学校からの卒業後に KBC 学園未来高等学校沖縄総合学科スポーツコースへ進学。公式野球部では2年時の秋から4番打者を任された。レギュラーに定着してからの背番号は6で主に遊撃を守っていたが、 投手として試合に登板することもあった。3年生だった2018年春の沖縄県大会では、高南高校との決勝戦に投手として先発。高南打線を完封したことによって、創部4年目の母校を県大会初優勝に導いた。未来沖縄高校への在学中は、甲子園球場での全国大会と無縁であったが、そう、こう、守る揃った二刀流選手として、 NPB 球団のスカウトから注目。3年生時には5球団から調査書が届けられるほど高く評価されていた。2018年の NPB ドラフト会議で内野手としてオリックスバファローズから50名で指名。契約金3500万円、年俸500万円という条件で入団した。未来沖縄高校の出身者では初めてのプロ野球選手で背番号は53。 2019年には、ウエスタンリーグ公式戦へ100試合以上出場。大城康二、足立良一の相次ぐ離脱で一軍の遊撃手が不足したチーム事情を背景に、シーズン終盤の9月6日には、札幌ドームの対北海道日本ハムファイターズ戦で、8番、遊撃手として、スタメンで一軍公式戦へのデビューを果たした。9月7日の同カード7回表の第2打席では、 堀水木から花谷勇敢へのゴロが内野安打と判定。判定通りであれば、この一打が一軍公式戦での初安打になっていたが、日本ハム監督、栗山秀樹からのリクエストによるリプレイ検証の結果、判定は二塁へのゴロに変更された。この打席を最後に、9月11日付で、出場選手登録を一旦抹消。自身の抹消後に、 足立が一軍公式戦中のアクシデントで脳震盪に見舞われたことから NPB の定める脳震とう登録抹消特例クレー措置によって9月23日に再び登録された。同日の対福岡ソフトバンクホークス戦に8番遊撃手としてスタメンへ再び起用。3回裏の第一打席で高橋彩から二塁打を放ったが二塁から三塁へ。 走り込んだところ、三塁塁審の梅木健一からタッチアウトを宣告された。この判定に対して、オリックス監督の西村特分は、栗山と同様にリクエストを要求。判定自体は覆らなかったものの、一連のプレーが二塁だと、総塁師とみなされたため、一軍公式戦での初安打が正式に記録された。高校時代に投手として、ストレートで、 最速時速1 4 7トルを計測したり、遠投で1 1 6ルを記録したりしたほど地型が強い。足も速く、手動を計測ながら、本類から一類までの到達タイムで最速3秒8を記録。沖縄県の高校野球部大公の競技大会では、立ち三段飛べの部で2年次から2年連続優勝を果たした。ちなみに、小学生の低学年時には、 ヒップホップダンスを学んでいたという、ありがとうございます。